屋の土着品種でファンキーグルーヴ。今日はカラブリア州のワインだよーん。ハービー・ハンコックのロックイット。ロックイットでございますね。この曲を動画で流して、著作権に引っかからなければ、まあ、この音楽は原曲に似ていないので、ホッとするのであるが、もし AI に引っかかるようなことがあれば、まあ、いつもの通りなんだけれども、この動画から広告収入は得られないというところが、ゼカヒカ。はい。ハービー・ハンコック、この曲に関してはですね、かなり物議を醸した曲でありますですよね。ジャズなのか、ロックなのか、ソウルなのか、正直、このギミック感は、どう言ったらいいんだろう。まあ、なんて言うんだろうな。ディスコサウンドっぽくもあるけれども、どちらかというと装飾的な要素が多い。DJ のスクラッチ音が主役になっているというところで、発売当初、まあリリース当初ですね、かなり画期的で、批評を浴びた商品でございますが、皆さんいかがでございましょうか。私のアレンジなんで、当然音質、演奏能力は二の次でありますけどね。へへ。その昔、僕はこの曲の、ベース担当者でありますですね、ポール・ジャクソンさんですね。ポール・ジャクソンさんにたまたま会ったことがあって、なんとなく気軽にですね、ポール・ジャクソンさん、ベース触ってもいいですかって言ったら、おいいよ。まあ、こんな格調だったか忘れましたけれども。ということで、ベースを触らせてもらったんですよ。そしたらですね、ストラップを肩にかけたらですね、弦がですね、もう私の膝のポジションで来ないと指が触れないような、そんな、なんていうんですかね、記憶がありますですね。ポール・ジャクソンさんはね、日本で活躍していた時期が長かったので、まあそういう出会いがあったというエピソードでございました。ということで、私は本日、カラブリア州でございますね。ついにカラブリア州まで来ましたよ。カラブリア州はイタリアを足の形になぞらえるとちょうどつま先のあたりになりますよね。こんなカラブリア州のですね、クロトーネというところにあります、レ・カステッラに来ております。なんか見た感じ、海に浮かんでいる島、非常に幻想的な風景でありますよね。モン・サン・ミッシェルのそれとはちょっと違うけれども、非常にこう、なんで海に浮かんでいる孤島のような印象がありますけれども、こちらには諸説ありますけれども、16世紀頃にはですね、スペインのアラゴン王によって建てられたと言われております。前回のバジリカータ州でも紹介しましたけれども、この辺一帯はですね、ギリシャ人が貿易の拠点にした植民地、いわゆるマグナ・グラキエアの一つにして、このカラブリア州自体がですね、ギリシャ人が最初に入植した場所と言われております。ここでエピソードを一つ言うとですね、ギリシャの哲学者であり、数学者でありますですね、かの有名なピタゴラスですね。ピタゴラスはですね、若い頃、地元を離れて、エジプト、もしくは、フェニキアといった地中海、オリエント周辺を行脚して放浪した後、政治的な理由もあって、地元に戻れなかったということもあり、その後、ここ、クロトーネに移り住んだという話がありますですね。で、ここで、いわゆるピタゴラス学派、ピタゴラス宗派と
言ったらいいんでしょうか、を立ち上げまして、信者たちがもう多数連なったというエピソードがあります。ピタゴラス教団と言ったらいいのかな、はい、でございまして、晩年までここに住んでいたというお話があるようでございます。カラブリア州はですね、いわゆるローマ帝国の後、ランゴバルト王国、ノルマン朝、シチリア王国、あとアラゴン王国で、そのアラゴン王国がハプスブルク系に吸収されて、さらにはその後ブルボン王朝に、飲み込まれていくという背景があり、南イタリア、ですね、一帯の歴史と同じ道筋をたどっていきます。はい、マリオッコ、マリオッコと言います。この辺はさすがに聞いたことないんでしょうか。マリオッコはですね、ギリシャが植民地支配をしていた時代にカラブリア州に持ち込まれたという説が有力でございます。ギリシャ語でマリオッコっていうのが柔らかい拳。柔らかい拳という意味らしくてですね、草が割とずんぐりしているところから命名されたというらしいそうでございます。皮は比較的赤紫から、青黒い、そんな印象でございまして、中程度の厚みがあり、非常にポリフェノールが多く柔らかい口当たりと聞いておりますね。当時はですね、マルケ州もしくはシチリア島なんかでも作られていたようなんですけれども、その大半が混食もしくは混醸されていたというのと、この後お話しするこのカラブリア州の歴史的な背景からほぼほぼ絶滅してしまったそうでございます。で、土地の有名な生産者の一つでありますですね、リブランディって聞いたことないかな、ガリオッポとか有名なワインありますけれども、リブランディがですね、1988年に再発見するわけですね。で、その後今に至っては、単一品種で作られるまで復興してきたそうであります。紹介いたしますワインはこちら、名前がですね、トッコマリオッコ、トッコマリオッコ、生産者の名前がラーチノの皆さんでございますですね。ラーチノの皆さんは、カラブリア州では、サンマルコのですね、アルジェルターノというところを拠点にしていらっしゃいます。2006年に創設されたようなんですけれども、その当時若者3人によって創業されたそうですね。で、その3人の1人のディーノさんがワインに着手しようと思った時はですね、この周辺がですね、ほとんど高齢者で畑が手放されているというところで、もう自分で調べるしか方法がなかったというところがあります。カラブリア州がですね、第二次大戦後にですね、
もう多くの人たちが新大陸、いわゆるアメリカですね、に、移民してしまった背景もあって、農業に従事していた人たちがほとんど畑を手放してしまったという背景があります。で、これがですね、逆に功を奏してと言いますかですね、畑が、人が手をつけていないところから、まず農薬を使っていない畑が大半であるというのと、まあ彼らがですね、一応大量生産を目的としていない、その必要がないというところでですね、彼らはですね、手放した、いろんな人たちが手放した土地を購入して、その中でも高樹齢のものが植わっているところを選ぶところから始めた。まあ正確に言うと、その、ブドウの木々もですね、高齢であるがゆえにもう使えなくなっている木が大半だったので、最初はその木を抜くことから始めたと聞いております。はい、今回のマリオッコは、ですね、このトッコっていう意味が区画という意味らしくてですね、その区画が標高600メートルにある推定60歳の古木から作られているというところで、ちょっと期待ワクワクですね。最新ヴィンテージくらいになると、もしかしたらもう別の区画のマリオッコを使っているなんていう風な話もあるんですけれども、ここまでのお話はインポーターさんのサイトから拝借いたしました。はい、そんなわけでお待たせいたしました。開けるぜベイベー、キュパ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 ッ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 、はい、開けます。そんなわけで今日はなんかからお話しすることあるかな。そのですね、その農地を手放す背景に関してはですね、カラブリア州がアペニン山脈に大半でですね、産地が9割らしいんですよ。で、残りの9%ぐらいが平野で、その大半が海岸沿いにあるというところで、農業自体が非常に難しい土地らしいんですね。で、そういった手前もあって、農業を志している人たちが畑を手放したなんていう話は聞くようでございます。でもまあ今回のそのラチーノさんたちが若い生産者であるけれども、あえてこういった土着品種、絶滅に瀕している土着品種に手を、つけ出したっていうところは、いかにも今のワイン、事業の一つのムーブメントになっているかもしれません。そんなわけで開けました。コルクがね、意外に柔らかいんですよ。まだ元気ですけど、色見ますか？色、今まで嗅いだことがない、ちょっと今までと違うニュアンスを、感じますね。香りからするとちょっと酸が心なしか強いが、刺激的な酸ではないですね。すごいチャーミング、ちょっと長い時間嗅いでいたい、そんな気もします。はい、そんなわけでお待たせいたしました。つぐぜベイベー、ニャン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 、Don't stop it、ニャンニャン。はい、つぎまーす。つぐぜベイベー、単一品種では今回はナチュールなんですよ。ナチュールなんで、まあ二酸化硫黄とかは極力減らして作り続けているっていう話では聞くんですが、さっきコルクを嗅いだ限りだと、あんまり還元的な要素はないが、どうだろう。嗅ぐぜベイベー、ぐわーぐわー。はるか1万5000光年カナダから私の口めがけて近づいてきたワイン、今日のワインブドウ品種はちょっとあるな、ちょっとあるな。いい香りだ。スワリングするべきか。あえてここはスワリングせずにこのまま飲んでみよう。お待たせいたしました。飲むぜベイベー、かー、飲むぜ、ギ
ギリシャの皆さん、あ、当時のギリシャの皆さん、うん、今のギリシャの皆さんでもいいけれども、ノムゼデーベ、うん、正確には、カラブリア州の皆さん、はい。ドレッシングくれ、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 ドレッシングくれ。うん、おいしい、おいしいね。多分還元臭というほど目立つ要素はなくって、今私スワリングしてないですけれども、ここ一帯の南イタリアのここまで取り上げてきたブドウ、あるいは、カラブリア州の有名なそのガリ、先ほど申し上げたガリオッポとかね、でアリアニコ、プリミティーボ、ネグロアマーロと、あとさらにこの前紹介したネロディトロイアとか、割とタンニンとジューシーさが強いワインに比べると非常に穏やかな口当たりになってます。まあ作り手さんの手腕の方を優先して考えれば飲みやすく仕上げてるなという印象なんですけれども、割としっかりとした果実感は持っているのに、タンニンが非常に穏やかに作られているのですっごい飲みやすいです。正直これすっごい飲みやすい、うんうん、もう一回飲む。あ、ちょっとスワリングするか。スワ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 、シキチョコ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 、シュパンシュパン。あ、うんうんうん、ちょっと還元臭が強くなったが、カシス的な、そう、カシス的な要素が強いね。香りがより強く出てきました。やばいくらい飲みやすいぞこれ。ああホッとするね。なんていうかな、季節感なく飲める、うん、春夏秋冬飲める。あ、これにつきますね。よくできたワインだと思います。もしかしたら今の状態でも飲みやすいんですけれども、あと数年セラーに寝かしてもいいのかもしれないですね。このワインがこの先どういう風に瓶の中で成長していくのか、というところでは、いいワインだねこれ。イエス。はい、そんなわけで本日、ご紹介いたしましたこのマリオッポ、私なりに考えた鑑賞結果は点こんな感じでございますですね。非常にこうナチュール的な仕上がりをしていながら飲みやすい、還元香も強くなく、ワインに、普段ナチュールとか特化して飲まない方にもおすすめできる、そんな味わいでございました。美味しかったです。これはおすすめでございます。はい、そんなわけで本日はトッコマリオッコ、生産者の名前がラーチノの皆さんでございました。ラーチノの皆さんありがとう。